本日は中畑清選手、読売ジャイアンツでございます。こちらの映像は1983年5月8日、中日牛島和彦投手から放ちましたサヨナラホームランの映像でございます。このね、飛び跳ねるようなね、パフォーマンスが中畑選手らしいところですよね。中畑選手は福島県出身でね、ご兄弟は9人と多い中、授業料免除というね、募集を見て朝霞商業高校へ進学されるわけですが、まあ、高校時代はね、甲子園出場することがなく、駒澤大学へ進学。2年生の時には4年生の後に近鉄で活躍する栗橋茂選手とクリーンアップを組む。そしてですね、1学年下には西武でも活躍されました森重和投手などね、この頃の駒澤大学強く、大学中はね、5回も優勝するわけなんですよね。そしてですね、直射日光をね、避けるためのこの偏光サングラスというのをかけてね、なおかつ一本足で打っていた中畑選手はね、結構注目されていたわけで、通算成績もですね、82試合で92安打、3割7厘、10本塁打のね、成績をね、残されているわけなんですよ。そして迎えました1975年ドラフト会議、こちらが1位の面々でございますが、ジャイアンツの、ね、1位と言われておりました中畑清選手、1位の中に名前はなくね、こちらがジャイアンツの指名選手でございますが、中畑選手はですね、3位でね、指名されるわけなんですね。巨人1位指名は長商業篠塚俊夫選手で、まあ、中畑選手はですね、高校生よりね、順位が下にね、不満などもあったわけなんですが、ドラフト1度ね、同等のね、契約金、そして長嶋監督の存在、そしてですね、こちら駒大トリオね、二宮至選手、平田薫選手もですね、一緒にね、入団ならということでね、中畑選手ジャイアンツ入りするわけなんですね。一緒にね、入団した二宮選手はね、2年目に守備固めがメインとは言いながら、1軍で108試合の出場に対しまして、中畑清選手はですね、3年間ね、ほぼね、出番がないわけで、12試合でね、わずか3本、ホームランに至っては0に、ね、終わっているわけなんですよ。中畑ですね、転機となりましたら、この3年目のオープンにね、日米親善野球でレッズが来日していた時、マリオ・ソト選手からね、ホームランをね、打つ活躍をするわけなんですよ。こうクラウンライターライオンズのね、トレードがね、もう決まりかけてたということだったわけですがね、ここでね、一点残留ということになるわけなんでね、何が運命を変えるかわからないですよね。そして迎えまして4年目、こちらね、サードを守っておりました高田茂選手が怪我ということでチャンスがやってきて、そのままね、サードのポジションをね、取ってしまうわけなんですよね。100試合で2割9分4厘、12本塁打のね、成績を残すわけでね、当時のね、中畑選手のね、フレーズはね、絶好調というわけなんですけどね、これにはですね、あの長嶋監督がですね、調子はどうだと言ったらね、まあ、まあまあですみたいなことをね、答えていたらね、土井正造コーチがですね、そんなんじゃ使ってもらわれ、絶好調と答えろとね、言われたのがね、始まりだったみたいらしいんですよね。土井コーチね、なかなかいいアドバイスですよね。そして5年目もね、レギュラーとして124試合で2割6分8厘、22本塁打とね、ハスのね、20本超えながらね、打率はね、ちょっと下がってしまうんですよね。そして、ね、そのオフにね、ドラフト1位で原辰徳選手がね、入団してくるわけで、同じサードじゃないですか。まあね、当初は原選手がね、セカンドへね、コンバートされる形だったんですが、中田選手ね、怪我しちゃったということで、サード原、セカンド篠塚という形がはまりましたね。中田選手はね、ファーストをやる形になったんですけれども、109試合で3割2分2厘、16本塁打の、ね、成績でね、初の3割なんですかね、ホームランはね、ちょっと20本を、ね、切ってしまったわけなんですよね。そしてね、7年目も124試合で2割6分7厘、25本塁打とね、ホームラン20本を超えるわけですが、今度はね、ちょっと打率が下がるというね、率を残せばホームランが増える、ホームランが増えれば率が下がる、まあね、どちらを求めるのかっていう感じなんですよね。こちらは8年目、83年5月8日、冒頭の牛島選手がサヨナラホームランをね、打たれる、まあ、シーンなわけなんですがね、ちょっとね、詳しくね、ここね、もう一回見ていきたいと思うわけなんですよ。この年はですね、打率はね、3割、しかしホームランは15本と、どっちっていうところなんですけれどもね、もうここはね、まあ、そんなん関係なくね、4対4のね、同点の場面ですからね、まあね、巨人はね、ここの前日まで8連勝中というね、絶好調だけですね、中畑清選手じゃないけれども、ここ、そしてですね、中畑選手、レフト、スタンドへね、サヨナラホームランでね、これでジャイアンツはなんと9連勝、そしてね、この連勝ね、11連勝もね、伸びるわけなんですよ。そしてね、優勝したジャイアンツ、日本シリーズ第3戦、11月1日、こちら、森重和投手からね、中畑清選手がサヨナラ打をね、打ったシーンなんですよね。そしてね、この年の日本シリーズは優秀選手賞をね、
受賞されているわけですね。9年目、84年6月16日、太陽平松正義投手から放ちましたホームランはプロ通算100号ホームランでございます。この年はですね、130試合、初の、ね、全試合です、ね、出場を、ね、果たされているわけなんですよね。そして、ね、ホームランは、ね、まだまだ止まらない。7月31日、阪神タイガース戦で、ね、まずはセンターへ1本ホームランを打つわけですよね。そして、ね、この日はですね、その後今度は、ね、ライトへも、ね、ホームランを、ね、打つわけなんですよね。そして最後はこちら、レフトへとね、なんとね、右に左へ真ん中へと、ね、打ち分けるわけ、3連発ですからね。そしてこのシーズンはですね、ついに、ね、本人が求めていたものなんですがね、2割9分4厘31本塁打とね、率もホームランもね残すわけでね、31本塁打はね自己最高ですからね。そしてですね、中田選手はね、成績以外にもね、やはりねパフォーマンスがいいですね。今ギリギリセーフで OK っていうポジションとかね、こうねガッツポーズをするというところは、これもね自らがセーフってやるわけですよ。このね飛び上がって喜ぶシーンとかね、それでなかなかねこう喜怒哀楽ね表して、これ心配なんか細かいことなんか注文してるような感じですよね。これもねヘッドスライディングとかね、このねやはりね中畑清志ですね、パフォーマンスというのもね人気が高かったですからね。そして11年目、86年8月5日中日ドラゴン戦で、こちら小松達夫投手から通算155本塁打をね放つわけでございます。この年はですね、127試合で2割7分3厘14本塁打と、ね、ちょっとね率もホームランもね減ってきたっていう感じなんですよね。そしてですね、150号を打ってね、2日後の8月7日、0対0でね、迎えた9回裏ですね。ここまで好投の中日ドラゴンズ、杉本投手に対しましてね、中畑選手、バッターボックスに入るわけでございますが、このカーブをね、見事捉えて、これがなんとサヨナラホームランですからね。12年目はね、故障で先制2打数、これはですね、津田常見投手から7月9日、復帰に、ね、なるヒットを放つシーンですかね、ちょっとね、なんか足がね、まだ痛々しいところがあるじゃないですか。この年はね、首位打者もね、狙える感じだったんですがね、まあ、残念ながら3割2分1というね、高打率ながら首位打者は獲得なる。ホームランはね、6本とね、初めてね、1桁にね、終わってしまったんですよ。13年目、88年6月2日、中日ドラゴンズ、近藤慎一投手から東京ドームでね、ここに初の、ね、ホームランを打つわけで、この年は2割9分5厘10本塁打の、ね、成績に終わりまして、14年目89年、ね、原選手がレフトコンバートということで、中畑選手ね再びねサード再コンバートでねハッスルするわけなんですが、怪我をしてしまいましたね。その間にですね、サードはこちらの岡崎選手、そしてファーストはね駒田選手がねレギュラーポジションを取ってしまいね、出番が減り49試合で2割2分1に2本塁打の、ね、成績に終わってしまうわけなんですね。そしてこの年で引退を決め、現役最後の試合となりました近鉄との日本シリーズ第7戦でね、吉井正人投手からホームランを打ってね、優勝の美を飾ったというわけですね。引退後はね、解説者や巨人の投手としてね、一時期はね、あの国勢調整で、ね、まあ、落選されたわけなんですけれども、まあね、やはりね、横浜 DeNA ベイスターズね、監督をやられてたね、姿っていうのがね、印象に残っている方も多いのではないでしょうか。中田選手、通算成績は1248試合で1294安打、171本塁打、621打点、打率2割9分の成績を残されております。本日はジャイアンツ絶好調中畑清選手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では